紳士淑女の皆様方。私が SCP-CN2964 の異常性に影響を受けていることを考慮した上で、この文書は主任研究員 D 並菓子、および彼の助手の本並菓子に託し、サイト CN 並々全職員の協力を得て完成しました。なぜ私がこのように話しているのか驚かれているでしょうか。読んでいただければご理解いただけることでしょう。第1幕、SCP-CN2964 の説明、開演。キャスト、主任研究員リーナミガシ、本人役、助手、本並ガシ、本人役。リー博士がオフィスで書類を書いていると、防護服を着た助手の本が舞台袖から登場する。博士。親愛なる本よ、どうしたのだ？博士、とても残念なお知らせです。機動部隊がまたあなたが見たくないものを送ってきました。なんだと？それはまさか。リー博士は数歩前に進み、観客の方を向く。異常か。その通りです、博士。リー博士は胸を押さえ、かすかなうめき声を上げる。本助手は大げさにリー博士をサポートしながら前に進み。博士、こんな時に。なんということだ。その忌々しいものを持ってこい。ですが、博士。本よ、私のことは心配するな。持ってくるんだ。はい、博士。本助手が舞台袖へ退場し暗転する。再び本助手が SCP-CN2964 を抱えて舞台袖から現れる。これがそうなのか？これが機動部隊が持ち帰った異常なのか？はい博士、劇場の模型です。本助手が観客に向かって SCP-CN2964 を掲げる。しかし、これは一体どのような影響を及ぼすのだ？博士、舞台劇をご覧になったことがありますか？まさにあれです。SCP-CN2964 は、それに関連する全ての文書と人々が話す言葉を、あのわざとらしいベタな口調に変えてしまうのです。もし私が記録すればどうなるのだ？不可能です。この異常はドラマ化することでしか記録として残せないのです。直接記録すれば誰にも理解できないバイブルとなるでしょう。リー博士が机に飛び乗り両腕を上げて。おお、神よ、なぜ。私を罰するためにこのようなものを送ったのですか。親愛なる本よ。そのオブジェクトクラスは何なのだ？ケテルです、博士。特別収容プロトコルはどうなのだ？確定したのか？はい、博士。SCP-CN2964 は広範囲で人類に深刻な影響を与えており、無人地帯に隔離せねばなりません。その影響範囲は今なお拡大し続けており、いずれ人々の日常生活がこの舞台のようになる日が来るかもしれません。急がねば、私はますますエドモン・ダンテスのような話し方になっている気がするぞ。はい、博士。機動部隊員が客席から舞台に上がり、本助手から SCP-CN2964 を手渡されると舞台袖から退場した。終わったようだな。親愛なる本よ。ええ、博士。これは神のおぼし召しだと思います。本よ、それは神の力ではない。我々財団の力だ。我々は、再び、人類を救ったのだ。幕が降り、観客が拍手する。第1幕、終演。この脚本は主任研究員のリーナミガシが書きました。なんということでしょう。彼はこれを書き上げるために多くのものを捧げたに違いありません。どうか、彼に神の祝福を。第2幕、実験、開演。キャスト、主任研究員リーナミガシ、本人役、D231、本人役。D231が舞台袖から登場する。親愛なる D231よ。我々はあなたに SCP-CN2964 の異常性の詳細を解明してもらうためにここに来てもらいました。ああ、偉大なる博士。これは一体どういうことなのでしょうか？なんということだ。とても恥ずかしい。なぜか私の言葉は全て大げさな口調になってしまいます。確かにそのようです。あなたはこのオブジェクトの影響を受けたに違いありません。ああ、博士、どうしたらよいのでしょう。助けてください。D 博士は膝から崩れ落ちる D231を支え。恐れることはありません。親愛なるまあ。これは健康には何も影響を与えません。もし気分が悪くなったのなら、部屋に戻ってゆっくり休んでください。本当に怖かったです、博士。では、私は戻ります。警備員、お願いします。私を収容棒へ。D231は観客に手を振りながら警備員に誘導され、舞台袖から退場する。私はこの実験を行うにあたり脚本を書いていません。D231の本名も知りませんでした。すべてアドリブです。なのになぜか私は彼の名を呼び、なぜ彼は客席に向かって手を振ったのでしょう？本当に不可解です。幕が降り、観客が拍手する。第2幕、終演。第3幕、開演。キャスト、フィサルト研究員、本人役。
エージェントチェン、機動部隊員役。実験室で2名は向き合い、SCP-CN-2964 はエージェントチェンに保持されている。なぜあなたがこのようなことを？もうやめください。エージェントチェンは観客に向かって、影響範囲の拡大により、SCP-CN-2964 は全ての人類に深刻な影響を与えています。これは破壊しなければならないのです。いやあ。エージェントチェンが SCP-CN-2964 を床に叩きつけ破壊する。よし。普通に話せますか？問題ありません。フサルト研究員が観客に向かって、SCP-CN-2964 の無力化実験は成功しました。皆さんは通常業務に戻ってください。お疲れ様でした。